ホワイト監督は今シーズンで一番と言っていいくらいいいトレーニングができたという話をしていました。その中でこだわったのは点を取ること。このところ最後の相手が怖がるパス、キラーパスが少ないという話をしています。今日そのパスがどれだけ出るかが注目の一つとなります。中でも渡辺浩太選手が先発復帰しました。このボランチから縦パスがどんどん出るかどうか、このあたりも注目していきたいと思います。